額のあたりを捉えています。今のところ一進一退の攻防、ザ・デストロイヤーがフィギュア4レッグロック1回仕掛けました。リングの中央です。ニードロップ、喉元へ、これは決まった。そのままの体勢でカバーに入る、カウントは2です。フロントに取りました。早くも立ち上がる姿勢ホフマン。必ず自分の有利なポジションを取りますね。こういうところがやはりうまいですね。そうですね、不利な体勢であまり勝負を挑みません。フォーストホフマンです。懸命なブリッジ、おっと足を取っての首固めだ。スモールパッケージホールドに行っています。肩がついています。今肩がついた。カウントは2、カウントは2です。必死にロープに逃れました。フォーストホフマン、ジェリーマードックレフリーに抗議を申し込んでいます。ザ・デストロイヤーです。しかしこれは完全にカウントは2で、カウントは不成功に終わっています。さあ勝負を仕掛けるホフマン、ゆっくりとポーズを取ります。タイミングを外します。ザ・デストロイヤーです。フルネルソンの体勢、どういう技を今夜は見せてくれるか。フォーストホフマン、技多彩な選手です。世界の一級品。勝負はリングの中央だ。フルネルソンの対戦、ちょっと左に脇を絞りました。右足がデストロイヤーの左の肩を捉えています。そのままの体勢で抑え込みます。余っている右手でグイグイと顎の先端を小突き回します。フォーストホフマン、油断も隙もありません。この攻め方、今度は抱え上げます。シュミット流のバックブリーカーだ。ちょっと浅いようです。大きく投げ飛ばすホフマン。それからこのホフマン選手は山田さん、非常にその技を仕掛けられても、かなり大技を仕掛けられても回復力が早いですね。そうですね、しかも今でも完全にね、あの裏をかくような感じで踏まれてますね。そうですね、ダブルフォーボールになってますね、はい、両者がテコの作用ですね、うまく利用しています。ちょっと背中の色が変わってまいりました。このままの形で肩をつけます。デストロイヤー、ホフマンも負けておりません。これは当然レフリーがほどかなきゃいけませんね。ブレイクを命じました。正面で向き合います。ランランと光る目、ザ・デストロイヤー、フォーストホフマンです。口ひげを蓄えました、ヨーロッパヘビー級チャンピオンのフォーストホフマン。自分の体に引き寄せます。ロープの反動を利用して、おっと背中を打った、変形バックブリーカー、そうですね、そうですね、あのロープの反動を利用したバックブリーカーですね、はい、もう一回打ったところへ連続攻撃であります。フォーストホフマン背中を攻めます。抱え上げて、あっと今肩のあたりですか、なんかちょっと影になりましたけど、ショルダーバスターのような形ですね、そうですね、そしてもう一回、あ、これです。サイドスープレックス、そのままカバーに入った、瞬間見せます。サイドスープレックス、天下一品。もう投げた瞬間にもうピンフォールの形に入ってますね、はい、早いですね、非常に素早いサイドスープレックスです。フォーストホフマン、ジャンボ鶴田選手あたりもこのサイドスープレックスはどうでしょう、見習った方がいいんじゃないでしょうか。そうですね、しかしまあ自分はやはり自分の味がありますからね。なるほど、鶴田の場合は思いっきりあの高い位置まで抱え投げてのものですからね、はい、さあフォースロープに飛ばす、リングの中央ショルダーアタックだ。打ち勝ったのはフォースホフマンだ。タイミングを外す、ロープに飛ぶぞ、ジャンピングしました、ジャンプいたしました、待っている、これはうまい、うまくタイミングが合いました。両方の足に乗せます。ウエイトの軽いフォーストホフマンを放り投げました。そして後ろに投げ飛ばす、そのままカバーに入った、カウントはカウント、カウント2です。左の足を取る、足4の字の体勢、今度は入るか、あっと右のフックです、ロングフック、
負けませんねホフマンも。やはりね逃れ方いろいろあるんですね、思い切って殴りに出ましたね。そうですね、この人は珍しいです。エルボースマッシュ、エルボースマッシュの応戦になりました。見せます。デストロイヤーもエルボースマッシュ2連発。おっと場外だ、場外だ。エプロンを伝わって今場外に落ちました。今度はデストロイヤーがショルダータックルを見せる。おっとロープ越しの、おっとどうだどうだ、回転エビ固め、これは決まるか、決まった。ロープ越しの回転エビ固め見事に決まりました。ホーストホフマンです。私ホーストホフマンザ・デストロイヤーを打ち破りました。どうです今のタイミング。いやもうちょっとね、あのデストロイヤーは完全に油断しましたね。油断がありましたね、自分が攻撃に回って、ガンガン攻めて、はい、でなんかもう勝てるんじゃないかという気がしてたんじゃないでしょうか。一旦場外に飛ばして有利な立場に立っただけにちょっと油断がありました。そうですね、そこをすかさずロープ越しの回転エビ固めでございます。見事に決まりました。ローリングクラッチホールド、ザ・デストロイヤー、ヨーロッパヘビー級チャンピオンのホーストホフマンに技で打ち負けた一戦でございます。握手を求めます。ザ・デストロイヤー両者綺麗に分かれました。ホーストホフマンもザ・デストロイヤーを称えます。見事に決まってホーストホフマンは勝ち点の2でございます。